皆様ごきげんよう、案内人のワンダーです。双半のシリーズは何度もご紹介していますが、今までのものは過去の通信でしたので、最近のものを聞きたいというお声をいただいていました。ようやくご紹介できる内容のものがいくつか発表され始めましたので、少しずつご紹介できればと思っています。2022年4月21日のメッセージ。こんにちは。今日は2022年4月21日です。昨晩私が宇宙銀河連合の双半エレディオンとした更新について皆さんにお伝えしたいと思います。通常彼はテクノロジーデバイスを使用したテレパシーを使ってコンタクトしてきます。昨晩も同様にこのデバイスを使って私にコンタクトしてきました。このデバイスによるコネクションはとても強力でしたが、視覚的にはいつもと違う方法で伝えてきました。というのはこれはどこかのアーカイブから引いてきたもののように思われます。天井がぼんやりして動き出し、なんと表現しましょうか。何かくるくる回っているボルテックスみたいなものが見えた後、スクリーンが浮かんできました。周りの縁が動いているようなスクリーンです。だいたい縦横180センチメートルくらいです。その情景はまるで映画を見ているかのようでとても綺麗でした。今私はシーダーに関する3冊目の本を執筆しているところで、ホールオブレコーズ、記録の間、プラスいろいろなことに双半は言及してきました。あなたは今ホールオブレコーズ、そしてギザについて書いているのだから、このことはもう知っているかもしれませんね、と双半に言われました。天井に浮かんできた情景はまずギザの大地でした。それはとてもとても誇りっぽいところでしたが光り輝いていました。人々は興奮し、たくさんの人がドイツ語で話していました。そこにいる多くの人々が卍のついた黒いバンドをしていました。その中の何人かはダークな色のユニフォームを着ていましたが、ほとんどの人は明るい茶色の服を着ていました。全員黒い帽子、黒いブーツ、黒いベルトをしていました。何人かは二つ目のベルトを肩からクロスしてかけていました。そこにはブラウンのジープが最低3台止まっていて、その車の天井はカーキ色のキャンバス地でできていました。砂ぼこりがものすごくて、人が作業しているから巻き起こっているのか、または砂嵐なのかどちらかはわかりません。ゾッとしたのは、そこにヒトラーがいました。彼は私が思っていたよりも小柄で、じっと黙ってスフィンクスの前で行われている掘り起こし作業を見つめていました。それは私が普段目にしていた。一般的に行われる考古学者が行う掘り起こし作業とは明らかに違っていました。そこでは爆発物が使われ、足場が組まれ、かなり深いシャフトで掘られていました。その中を見ることはできませんでしたが、それは暗く深く見えました。それからビジョンが変わり、その情景を上から見ていました。それはスフィンクスと巨大なピラミッドの間に位置する二つ目のシャフトでした。彼らはホールオブレコーズにアクセスすることはできませんでしたが、地中から何かを取っていきました。私は12本の小さな透明のシリンダーを持っている人を見ました。はっきりとはわかりませんでしたが、黄色いジェルか結晶のような物質が入っていました。チューブは直径30センチ。長さ60センチくらいで、両サイドとも鉛のような金属の蓋で締められていました。濃い銀色っぽい鉛のような色です。これはとても発達したテクノロジーから来ています。これは強力なパワーを保持するバッテリーです。彼らはスターゲートを探していました。でも見つけることはできませんでした。私は再びギザの大地を見ていました。金属の容器に付属するチップの裏に装着されたシリンダーを見ています。そして突然二人の女性がビジョンにちらりと見えたことに気づきました。彼女たちもまた、ブラウンのユニフォームを着用していますが、帽子は被っていません。一人はマリア・オルシックのような容貌でしたが、
それが実際に彼女だったのかは確認できませんでした。もう一人も大変美しい女性で、茶色の髪で大きなお団子でまとめてヘアアップしていました。私の質問に対して相反が答えてくれました。この女性たちは超能力者です。彼女たちはこの調査隊に同行し、遠隔投資をして位置を探し出そうとしていました。彼女たちはゲートを開けることができる遺伝子を持ち合わせていたので、もしスターゲートを探し当てていたら、それを開けることができたでしょう。その後彼らはそのバッテリーを南極に持って行き、地下基地の211で保管しました。また情景が変わり、今度は大きな船が海に浮かんでいました。そして南極のどこかの景色が見えてきました。そこにはいくつかの建物が建っていて、おそらく強制撤去させられるはずだったものです。相反は続けました。南極で実験に使われていた地底世界から来た獣を彼らは見つけました。その件は極秘にされました。獣がどうなったかは知りませんが、そのシリンダー型のバッテリーは現在地球の同盟者の手にあります。彼らはそれを地下基地211から移動させたのです。相反にエジプトで他の掘り起こし作業を行っているところについて質問しました。彼の答えはこうでした。ナチは容赦なくギザの大地を掘り起こしていきました。クフ王のピラミッドの下も掘り起こしました。彼らは古代地底王国の入り口を探していたのです。でも彼らはそれを探しに来た最初の人たちではありません。他の敵対国も幾度も見つけ出そうとしました。でもまだ誰にも見つかっていません。その大切な部分は密かに高周波数テクノロジーで保護されているので、スターゲートは周波数の低い意識体にはアクセスできません。ドイツは世界大戦で全ての資源を自国に集中しなければならなかったので、ナチはさらなる探索を諦めました。彼らはアビドースターゲートを見つけることもできませんでした。テレマルナで特別な石を見つけることもできませんでした。こういったデバイスはシーダーが地球に持ってきたものですが、彼らは同時にプロテクションシステムをデバイスに設定していきました。これは正しい遺伝子周波数を持ったものだけがアクティベートすることができるというものです。スクリーンが溶けて私たちの通信は終了しました。相反が語った地底世界の獣についてとても興味がそそられました。南極で実験が行われているところを発見したわけです。これは果たしてレプティリアンのシーカーズと関係しているのか、そして南極の地下都市に移住したナチが関係してくるのか、わからないけれど、なんとなく何か別のものではないかと感じています。何か別のものです。第二次世界大戦よりずっと前から、ナチがすでにレプティリアンと共謀していたことを私たちは知っています。ですから、これは何だったんでしょう。彼らが南極で見つけた他のものは何だったのでしょうか。実験している最中に、すぐにでもさらなる情報を皆さんにお届けできることを願っています。いかがでしょうか。ナチスやマリア・オルシックの名前が出てきましたね。未だに謎多きビュリル教会については右上の動画で詳しく掘り下げていますので、興味のある方はチェックしてみてください。こちらで配信できないお話や、審査に落ちて配信できなかった動画などはメディアブルで配信中です。概要欄にリンクがありますので、ぜひ一度訪れてみてください。今回の動画、気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタン、コメントいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。